この問題は大津高校サッカー部に所属する高校3年生の男子生徒が去年1月応援のため宿泊していた施設でいじめを受けたものです。被害を受けた生徒は複数の先輩や同級生から先輩にあだ名をつけたと疑われ、謝罪を強要された上、全裸で土下座をさせられ、その様子をスマートフォンで撮影されていました。これを受け学校では昨夜、保護者への説明が行われました。サッカー部の中でですね、起こりました事案ではございますけれども、学校としては、その生徒たちの活動に制約をかけるという考えはございません。このように部活を継続するとの考えを強調しました。この対応に被害を受けた生徒は、女性とかこうやって加担して写真撮ってますし、こういう事実があっても、そういう方向性でいくのであれば、やっぱ呆れちゃったなっていう。またいじめのきっかけとなったとされる先輩のあだ名について、自身は言っていないとし、当時の状況を話しました。言ってないんですけど、いいか土下座で謝ってということで、土下座しようかしたときに、電話になりということで、電話で、土下座する形になって。その上で、サッカー部には活動を一旦停止し、向き合ってほしいと訴えました。一方で、サッカー部総監督の宇城市の平岡和典教育長は、これまでに取材に応じることはなく、コメントも出していません。県教委は、重大事態として調査を進める方針です。